はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、あのおナス残ってるのがあったんで、麻婆ナス作りました。あの麻婆豆腐のねレシピで作った麻婆ナスですね。本格的な麻婆ナスじゃないです。麻婆豆腐のレシピで作った麻婆ナスですね。で、なんか残ってる舞茸とかもね、あの天ぷらの時の食べきれなかったやつとかあったんで、そういうのも入れてね作りました。あとは餃子は、スーパーのお惣菜の餃子ですね。まあ、こんな感じで今日も簡単にね、宅飲みやっていきたいと思います。では、まずこれからいくか。ミニゴロね、焼酎。ミニゴロね、これをちょっと注いでおいて、で、焼酎じゃねえや、炭酸、ウィルキンソンさんのね、炭酸、ウィルキンソンさんの炭酸で、よいしょ。おお。で、最後にポッカレモンちょっとね、あ、ポッカレモン入れて、ポッカレモン入れてレモンハイにしてね、いただきたいと思います。よいしょ。じゃ、軽くかき混ぜて、では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃ、お先に失礼していただきたいと思いますね。今日の少々はこんな感じですね。ではお先に失礼していただきたいと思います。シュワシュワで乾杯、いただきます。さっぱりしますね。では、まずはね、麻婆茄子からいきたいと思います。熱いかな、大丈夫かな。よいしょ、こんな感じですね。茄子と舞茸とピーマンと長ネギとひき肉、あとちょっと香り付けにニンニクとかが少し入ってますけども、こんな感じですね。まあ簡単にね作りました。あ、ちょっとこうか。おナスは なんかやった時の残りのおナスなの、何、焼肉の時に焼いたんだっけかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、こんな感じですね。ナスね、おナスも柔らかく見えてると思います。こういう感じね。では麻婆ナスいただきます。おいしい。おナス、とろっとろ、おいしい。舞茸、あ、おナスも一緒に、あ、いいか、舞茸ね、舞茸。ニンニク、潰したやつね、ニンニク。美味しくできたな。今じゃあおかわり作っとこうかな。ミニゴロね、今日は買い物行ってないんで、
お酒とかもあまりなくてね、ウイスキーも切らしちゃって、ウィルキンソンさんね、代わりにちょっと違うやつ、少し残ってるやつはもうあったんで持ってきましたけども、後で紹介しますけど、ポッカレモン入れて、今日はあれですね、ウイスキーちょっと買えなかったんで、ちょびっとだけね、電気ブランが残ってたんで電気ブラン持ってきてます。こんだけね、電気ブランあるんで、まあ後で飲みますけどね。じゃあ次は野菜サラダかな、いつもの野菜サラダね、作ったやつね。これ全部だと多いんで、また小分けにして食べたいと思います。野菜サラダこんな感じですね。でいつもの利権さんのね、癖になるうま塩のドレッシング、おー、ちょっと出すぎた。これでね、いただいていきたいと思います。トマトね、トマトさっぱりして美味しいんで、トマトからいただきます。うん、うん、美味しい。サラダさっぱりしていいですよね、この季節はね。美味しい、うん、うん、朝のねうちに作っておくんですよ、いつも。あの食器洗いとかね、終わった後にちょっと作って冷蔵庫に入れとくんですよ、いつも。そうすると後で楽なんでね。じゃあ氷を用意して電気プランちょっと飲んでみようかな。電気ブラン、また電気ブランも買っとかないとな。神アバーで電気ブラン飲んでみたかったな。いつでもね、あの東京のね、私入谷っていうところに前に住んでて、もう浅草すぐそこそばなんで、よく浅草行って飲んだり食べたりしててね、神谷バーもね、まあね、住んでればいつでも行けると思って、結局一回も行かないでね、青森戻ってきちゃったんでね、すっごい心残りで、ね、お店でね、電気ブラン飲みたかったですけどもね。うん。電気ブランのチェイサーにビール飲むんですよね、あそこ、確かね。まあ、電気ブランも40度ありますからね。リキュールですから、ウイスキーじゃないんですけどもね、それのチェイサーでもうビールを飲むっていうね、うん、うん、なんか浅草らしいっちゃらしいですけどもね、うん。ではどうしよう、あ、じゃあ次餃子行くか。餃子、スーパーの焼き餃子ですね、大きいやつね、3個、いっぱい買っても食べきれないんでね、3個ぐらいがちょうどいいね、このぐらいの大きいやつだったら。よいしょ、あ、ちょっと割っとこう、先に。よいしょ、割っといて、でこれはポン酢にラー油ですね。こんな感じの餃子です。すごいね、ニンニクの匂いがねしてて、すごい美味しそうな餃子です。具沢山で。よいしょ、ちょっとつけるかな。こんな感じですね。じゃあいただきます。うん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 。
おいしい。わ、すごいニンニク効いてる。明日大丈夫かな、匂い。すごいニンニク。で、これキュウリね、ピリ辛キュウリにちょっとニンニクが残ってたんで、ニンニクもちょっと乗っけましたけど、スーパーで買ってきたやつね、これも。さっぱりしたのが食べたくて買ってきました。いただきます。あ、これはあれですよ、今日買ってきたやつじゃないですからね。あの、昨日だか一昨日だか行った時に買ってきたやつですからね。今日スーパー行ってないんで、うん。じゃあニンニクも、うん、うん。じゃあもう一回麻婆茄子いこうかな。よいしょ。ご飯が欲しくなるな。美味しい。ご飯にかけて麻婆茄子丼分にして食べたいぐらいですけどもね。よいしょ、麻婆茄子。ラーメンに入れてもいいですけどね。もうしょっちゅうラーメン食べてるんで。今日もお昼ね、ラーメンだったんですよ。さすがに動画撮らなかったですけど、ね、ラーメンの動画ばっかり撮ってるんでね、もう飽きちゃってるかと思ってね。その前はね、天ぷらやった時の残り、の天ぷらで天と地丼作って食べたんですけどもね。うん、こんな感じでね、お昼食べてましたけども、まあまあ、じゃあね、麻婆茄子いただきます。とろっとろの茄子がほんと美味しい。舞茸も意外と麻婆茄子に合う。餃子も食べちゃうね、半分残ってんの餃子ね。こんな感じの美味しい餃子いただきます。では今日はこれしかないんでね、こんな感じで短い動画だったかもしれないですけどね。ではあとはね、他の方の晩酌動画、元ブログ、キャンプ動画、ゲーム動画なり見ながらね、晩酌続きやっていきたいと思います。あと動物系の動画とかもたまに見ると面白いですよね。まあ何かしらね、面白そうな動画あったらそれを見ながら晩酌続きやっていきたいと思います。じゃあ今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。